ウラレポ音声レポート、ウララジです。ウラレツは先週末、FC 東京に3対0で快勝しました。そして今週末はアウェーでの清水戦となります。そして今日、オランダ人ストライカー、ブライアン・リンセン選手の加入会見も行われました。今日も河合貴子さんに聞いていきたいと思います。高根、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リンセン選手の加入会見ありましたけど、その前に FC 東京戦も3対0の快勝で、はい、今季一番の試合だったんじゃないですかね。気持ちよかったですね。ちょっとね、前半ね、はい、あんなに攻めてて、うん、いや追加点が入らないとちょっとやだな、うん、いやなんか不安要素がねやっぱりとかありますんでね、とうとうだ、いやこれ決定機決めてよとかって思いながら、もや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 してて、大丈夫かな大丈夫かなって、なんかまだね、はい、信じきれないっていうかね。そういう部分がありまして、うん、はいはい、でもまあ後半ね、良、うん、かったですよ、そうですね、本当に、うん、追加点もいい時間帯に取れたし、うん、まあまあドキドキしながらでしたけれども、はい、まあ、あの流れの中で点が取れたっていう部分もすごく良かったと思うし、うん、はい、うん、いい形でしたね、うん、本当、まあちょっとね、我慢しながら勝ち点積み上げつつ、ちょっとやっぱチームの調子もようやく上がってきたっていう感じなのかなっていう印象は受けましたね。なんかだいぶこう、あ、こういうことをちょっとやってきたところが少しずつ本当に、うんうん、いや名古屋戦見た時よ、いいじゃんこのままって思ったらガラって崩れて、うんうん、でもそこからまたまたってこういう頭抱えたくなるような感じだったのが、うんうん、いやでも本当にね、薄皮を剥がすようにちょっとずつちょっとずつこう成長してるっていうか、うん、チームのね、うん、やろうとしてることができるようになってきたなっていうような、うん、まあ相手が FC 東京だったっていうのもあるのかもしれませんけれども、まあ相手の嫌なところをうまくつきましたね、はい、うちは ね、 そうですね、本当に良かったと思います、うん。そして今日はブライアン・リンセン選手が加入会見を行いましたけど、はい、オフィシャルでも3日ぐらい前ですかね、そうですね、日本に入って、でも練習も2日ほど参加して、登録自体は西野 TD も明日正式に登録してっていう話はしてましたけどね、はい、うん、だから清水戦に出ろって言われたら最速ではね、出れる出れるんですけど、いやまだまだでしょ、ねえ、ちょっと練習をして ね、 ね、ってところになるかもしれないですけど、それであれですよ、お披露目は、お披露目はもう、うん、これは私の個人的な意見ですけれども、パリ・サンジェルマン戦ですよ。ああ、そこは可能性あるかもしれないですね。そこでちょっと、うん、ね、試運転で、いい練習相手ですよ練習試運転するにはまあ豪華な練習相手というか、ね、もう不足ないですよ、そこでもうどれだけ力が発揮できるか、うん、コンビネーションどれだけ見せてくれるかなとか、うん、まあ浦和に来てすぐね、なかなかコンビネーションっていう部分では、うん、もう難しいのは分かってますけれども、はい、でもかなりこの、うん、加入会見を聞いてましたら、はい、期待できますね、うん、あの西野 TD もどんなところに期待してっていうところだと、まあ、やっぱ決定力の部分と、あとやっぱ前線からの激しいプレッシングができて、あとやっぱコンビネーションのプレーもかなりできる選手だってことを言ってましたね、うん、そういうふうに言ってましたよね、うん、だからなんかまあもともとのポジションはウイング、うん、はい、ね、サイドハーフでしたけれども、はい、フェーノールトに入ってから、うん、まあ、センターフォワードっていうか、うん、まあ、まあ、典型的なフォワードの位置っていうような形で、はいはい、でね、会見でリンセン選手の話を聞くまで、はい、ちょっと不安だったんですよ、正直、うんうん、原稿にも書きましたけど、はいはい、7クラブをね、オランダの中で渡り歩いてるっていう、うん、はいはい、いやこれってどういうことなんだろうって、うん、こう日本人的な感覚からしたら、うん、また移籍、また移籍、ね、うん、チームに馴染めなかった、うん、いや契約的な問題だった、うん、それともこうなんかね、うん、監督が変わってちょっとそこの部分で求められるところが違って移籍になっちゃったとかっていう風になんかこう違和感みたいなものが、うん、どっちかって言ったらこう一つのクラブで、はいはい、ね、レジェンドみたいな感じでずっ
とどんな監督が来ようが、どんな監督の下で、もう戦術が変わろうが、ちゃんと機能して、しっかりと結果が残せる選手っていうようだね。はい、まあそういう意味、それが一番ベストなんじゃないかと思っちゃうところが正直ありまして、で、なんかこう、リンセン選手の会見で話を聞くまでは、もうすっごい違和感と不安があったんですよ、正直言って。でもまあ、会見で、こう実際リモートでしたけれども、話を聞いてるうちに、なるほどなと、かなりこの選手は向上心っていうものを持ってやってきた選手なんだなっていうのは、だって一番最初に、まあ J2 ですよね、まあ日本で言えば、そういうこう2部のクラブからスタートをした時に、プロのキャリアが始まった段階でもう代理人がいるわけですよ。あ、ね、話しましたね。ね、で代理人がついてて、そこからどうやってトップまで上がっていくのかっていうプランを練ってたっていう、ね、あの話を聞いた時に、あ、なるほどなって、でそこで、ね、移籍をします、結果を出します、ね、そこで移籍金が跳ね上がりますっていうような、なるほどな、プランを練って移籍金を上げてきたみたいなコメントしてますよね。でそこでね、ステップアップちゃんとしてるわけですよ、違うクラブ行ってそこのクラブでの戦術的な部分とか、プラスアルファ自分のスキルアップをしてるわけですよ、はあ、だからフェイノールトでも、ね、あの典型的なフォワードでもうちょっと中目でプレーをしたらもっと生きるんだっていうふうに言われて、なかなかちょっと最初は馴染めなかったけれども、もうね、そこでちゃんと結果を出せるようになったっていう、だからこそ浦和に目がと浦和が、浦和がっていうか、ね、目つけたわけですよ、去年から、あ、ウィングもできる、ね、真ん中もできる、でコンビネーションもできて、ね、前からプレスもちゃんとかけられる、ちょっとこれは浦和が今欲しい選手だな、リカルド監督のサッカーに必要な選手だなっていう風にね、目をつけたわけですよ、そこでまたね、今、まあ、浦和としてはちょっと高いお金を払ったわけですけれども、でもそうやってきてるっていう、でまた初の海外挑戦で、またこの選手、リンセン選手スキルアップしていくんだなっていう、この向上心があるから、いろんなクラブを渡り歩くっていうのもこういういい部分があるんだなっていう、すごいポジティブな感じが、もうだから今までちょっと、あの実際にお話を聞くまで、ちょっと心のどっかにこう引っかかってた違和感みたいな不安がパーッと吹き飛んで、目の前がバーッと明るくなりました。実績で言ってもね、オランダのエルディビジで408試合で124ゴール56アシストなんで、まあ実績としては十分で、まあフェイノールトはね、オランダのビッグクラブの一つですからね。そうですよ、まあ、ある程度もオランダでやりきったというか、やれたので、あとはもう海外で最後というかね、チャレンジしたいみたいなところがあるんでしょうね。だからね、もうこれね、正直言ってね、今までね、長くて3年ですよ、フェイでは2年でしょ、そうやって考えていくと、じゃあ浦和で何年やってくれるかなとか、いやいや、もうね、浦和を最後の地にしてほしいっていうぐらいの、活躍をちょっと期待したいなっていうふうに思ってしまいましたね。あと西野 TD がね、タイミングのことも言ってましたけど、冬に、まあ、シーズンオフに他の選手を取るか、リンセン選手を夏に獲得するかで、かなり熟考した、まあ、悩んだという、ね、コメントもしてて、まあ、最終的にはもう、この夏にリンセンを取るってことにシフトしたっていうね、ことを言ってたんで、ある意味そこを待ってでもっていう期待はあるんでしょうね。あったんでしょうね。ラストピースって言いましたからね、本当に。ね、若手がこう例えば海外にチャレンジしていなくなるとか、そういう部分があるかもしれない、
ね、あった時にはまあちょっとそこの部分のリスクマネジメントっていうのは多分頭の中にはあると思うし、来シーズンの部分とかそういうところの、あのね、これが本当のラストピースって言われると、まだちゃんとリスクマネジメントはしてますよっていうのはあるけれども、現状の、ね、あの即戦力っていう部分でのラストピースっていう風にちょっと感じましたね、お話を聞いてても、しかもね、背番号9番ですからね、はい、もうこの9番をつけさせるっていうこと自体にも期待がやっぱ高いんだなっていう、まあ、本来ずっと11番をつけてきた選手なんで、11が空いてたら11なのかなとかって思いながらも、でも松尾選手はもうすごい、もう彼もね面白いですよ、なんかね すごい強気の発言っていうかね、彼のメンタルの強さっていうのもね、この間の FC 東京戦の時にね、あのモーベルグ選手のゴール、あれは僕のゴールですって言い切る、でも自分はちょっと結果が出てない、そういった部分で、いやいやもう次は絶対結果出しますから、見ててくださいって言い切っちゃうぐらいの11番ですから、まあ前線の選手はやっぱそのぐらいのね気持ちが必要ですからね。だからね、11番をね、僕譲りますとは言わない松尾選手が、私は好きだな言わなそうです。で9番開けてましたからね、もうずっと、9番のね、本当に浦和の9ってこうなんだよっていう歴代9番をこう考えていきますとね、まあ福田さんに始まり、ね、武藤選手だってもうすっごい頑張ってやってくれましたし ね、もう久々にこう9番の活躍っていうのをね、ちょっと期待したいなって、でもね、なんかこうストライカー的な9番じゃないような気がするんですよね、まだ実際に、あの練習も見てないし、あの試合も見てないんで、映像ではちょっと確認をさせていただきましたけれども、生で見てないんで、生で見た時にどういう風に感じるかなっていうのは、まあちょっと楽しみですね、その向上心を持ってる、もしかもベテランの域に入ってる選手がどんな風にこう浦和に躍動感をもたらしてくれるのか、ラストピースとしてしっかりハマること、ここに期待をしたいですよね。あの林瀬選手も文化とかね、その日本語を覚えるところも含めて努力したいってことを言ってたんで、まあそういう意味でもまだまだ日本でも成長しようみたいな向上心は感じましたからね。だって会見の一番最初の挨拶の時に日本語で言いましたからね。ね、よろしくお願いしますっていうね。そう、いやー一生懸命練習したんだろうなって、なんかそれがちょっと嬉しかったし、微笑ましかったし、ね、ブライアンです、はじめましてとかって言って、いやちょっと嬉しかったな、あとはだからどれだけね、パスを受ける、パスの出して、ね、江坂選手とのスルーパスにどうやって反応するのかとか、もしくはこう引いてそこでためを作るのかとかね、なんか、痒いとこに手が届くようなオフザボールの動きをしてくれるかとかね、じゃあモーベルグ選手がね、右サイドからこう中にカットインした時にどういうポジションを取るのかとかね、あの得意のまたぎをやってる最中のタイミングはどうつかむかなとかね、いや逆に逆サイドから、関根選手が入ってきたりとか、これ松尾選手とのツートップになったらどうなるかなとか、いやいやユンカー選手が帰ってきたらとかね、なんかそうやって考えるとなんかすごいしっかりねこのラストピースがハマって、いい攻撃そして守備のコンビネーションが生まれるっていう風にこう想像していくと、いやこの終盤からもだってやっと成績が5分ですよ、5分、5勝11分け5敗、5分ですよ。こっからね、本当上に上がっていくためには林選手のゴールは欠かせなくなってくるでしょうからね。
あのゴールだけじゃなくて、うん、守備の部分、守備もそれからアシストの部分、うん、コンビネーション、うん、ね、ディフェンスをつる動き、うん、いや、これ秋元選手と組むっていうのもありだしな、トップ下に入るっていうのはどうだろうとかね、なんかいろんなイメージをちょっと楽しみですね、うん、どういう風になるのか、うん、だからパリ・サンジェルマン戦ですよパリ・サンジェルマン戦まあデビューになるんじゃないかなと僕もそんな気がしてますけどね、そう思います、すっごく楽しみです、うん、ぜひ皆さんもですね、いろんなこうイマジネーションを膨らませて、うん、いや後方から平野選手がとかね、うん、いやここは小泉選手が、いや岩尾選手が、うん、いや逆にあの岩波選手がこう飛ばすのパスとか、いや西川選手が一発でボーンとロングフィードしてとか、なんかさまざまな攻撃のパターン、うんが増えていくなっていう、うん、もうとにかくチーム全体がスキルアップして、はい、向上心持って、うん、あのチーム内での切磋琢磨ポジション争いも面白いですよ、うん、そうですね、本当に、うん、皆さんもぜひ想像の翼を広げて、はい、あのワクワクね、あの躍動感を感じていただきたいと思います。高根への質問などございましたら、ウラレポ記事内の投稿フォームかコメント欄にて受け付けております。この音声レポートでは、ウラレツの日々のレポートをお送りしていますので、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日も高根、ありがとうございました。浦和はこっから上に上がっていきます。みんなで一緒に支えていきましょう。